こんにちは、池ちゃんです。私はメンヘラ歴が長いのでメンタルがヘラリ予兆を敏感に感じ取ることができるのですが、今日はその予兆を感じたので草木のパワーを頂戴してメンヘラを未然に防ぎたいと思います。癒しは大事。今日来たのは新宿丸井にある屋上庭園です。ものすごい強風に煽られています。本当は新宿御苑に行く予定だったんですけど、コロナの影響で臨時休業中だったんですよね。ということでこちらに来たのですが、やはり3月ということもあり、あんまり草木が緑してないです。自然のパワーを頂戴しに来たというのにかなり細々しい感じである。でもまあそんな一回もしなかったので、まあこんなもんだよなという気持ちです。にしてもこんな大都会の中に屋上庭園があるなんて驚きですよね。誰もいなかったら全てを忘れてこの芝生の上ででんぐり返しとかしたいんですけど、今日はちびっ子たちもいるのでそういうことはしないでおきます。今回はこんな風に公園を歩いているだけという非常に平和な動画です。最近ポーカーのディーラーのバイトを辞めましたという動画を上げたらすごい低評価がついて心が死んでしまったので、今日はものすごく平和な動画を作りました。あ、猫ちゃんの置物を発見。にゃーん。この動画は YouTube に上がっている動画の中でもトップクラスに平和な動画だと思う。こんな風にちょろっと公園に来てふらーっと歩いているのは非常に私の日常っぽいです。来世はお金持ちの家の猫ちゃんとして生まれたい。そしたら毎日日向ぼっこをしてニート生活を満喫する。あ、これはバラですね。枝にトゲトゲがついているので触ってみます。私小学生の頃このバラのトゲを収集するのにハマってひたすら集めてたんですよね。いやー懐かしい。ちょんちょんって触ったらうまいこと取れるんですよ、この三角形のトゲが。まあそんなことは置いといて、よく見ると噴水が湧き出ています。水量が少なくて非常にしょぼいですね。風が強くてそろそろ寒くなってきました。最近は昼暖かいなと思っても風が強かったり、夜めっちゃ寒かったり、室内が暑かったりするのでもう迷惑ですね。この気温差、前髪がどこかに吹き飛んでしまいます。私は輪郭に対して強いコンプレックスがあるので、この風ばかりは好きになれないです。髪でごまかしていて輪郭があらわになってしまう。ブオブオ。イギリス式庭園に咲く花たちも風に煽られています。今日はメンタルが減らないために自然のパワーを頂戴しに来たのに、思った以上にこの景色は虚無ですね。空も雲一つない虚無模様です。ああ本当に風がうざい。まあでもお家にいてもどんどん気持ちが下がってくるだけなので、こんな風に外に出てこれてよかったです。言うても最近は心が死んでもポーカーとかに集中してなんとか保つことができるようにはなってきてるんですけどね。はい、こんな感じのイギリス式庭園だったんですけど、いかがでしたでしょうか。思ったよりも殺風景でしたよね。今度来る時は草木が緑しているタイミングにします。私と同じタイミングでここに来ている人というのは皆さん心が病んでいらっしゃるんですかね。ストレスの多い世の中なので、みんな屋上庭園に来て緑した草木を見たかったに違いないです。それでこの後なんですけど、自分の機嫌を自分で取るべくご飯を食べに行きたいと思います。美味しいご飯を一人で食べに行きます。はい、今日は屋上庭園の下にあるこのおしゃれそうなカフェにします。牛肉の赤ワイン煮込みカレーみたいなおしゃれなカレーを注文しました。カレーなのに福神漬けじゃなくておしゃれな草が乗っています。こちらの小鉢の方も全体的に草が多いですね。はい、じゃあ早速食べていきます。隣の席が空いていたので隣の席にカメラを置いたんですけど、ちょっとなんかね、お客さんが来るかもしれないし、すごく私そういうの気にしてしまうので恥ずかしくなって自分のテーブルの方にカメラを寄せます。自分が座っているテーブルの上にカメラを載せるとご飯を何を食べているのかがなかなか伝わりにくいんですけど、まあちょっと察してください。さっき見せたカレーを食べます。パクリ。これはパクリ。なんだろう。私は断じてコロナにはかかっていないんですけど、このカレー味がしないです。めちゃくちゃ薄い。なんというか水のような味がする。私はもはや水を食べているのか。このソースは一体なんだ。さっきのソースを食べていただきます。パクリ。これはチーズ味、ちょっとピリ辛なのかな。にしてもよくわからない味をしています。本当に味が薄いんだけど、これ私の味覚がおかしいの。私が YouTube を始めた初期の頃は飲食店にいて味の感想をすごくストレートに言っていたんですけど、最近は美味しいしか言っていなかったです。なのになんかこれはちょっと薄味すぎるぞ。何かがおかしい。よく考えたらここのお店入り口からすごいオーガニック臭を出していたので、まあそういうことなんですかね。健康に良ければ味は特にみたいな、そういうこと。超健康志向の料理ってあんまり味がしなかったりするよね。ああでも私が濃い味が好きなだけなのかな。私は濃い味が好きだったのか。何とも悩ましい味である。ジュルルルルルル。アイスティーは普通に美味しい。次はこちらのサラダなんですけど、こちらもすごく衝撃的な味をしています。一応そこの方を見たら少なからず油が浮いていたのでフレンチドレッシングがかかっているはずなんですけど、なんだろう、草の味しかしない。これしかドレッシングかかっていないんだったら草水洗いしてそのまま食べているのと一緒なんだが、
ここにマヨネーズをぶっかけたい。でもこんなに悪く言うとちょっと炎上しそうな気配があるので、まあちょっと、この辺でおとなしくして美味しくいただきたいと思います。すごく草の味がするけど。感想は正直に言いたいけど炎上はしたくない。イケちゃん、最近何も悪いことをしていないのに炎上したらどうしようということを無限に考えている。炎上の予行練習。はい、このサラダは完全に草ということが分かったので、次はこちらのデザートに行きます。このデザートは味があるのかな。パクリ。ん、これはなんだろう、過度に甘いです。さっきまでのご飯は全然味しなかったのにデザートだけ異様に甘い。これはなんで。まあそんなこともあるか。今日は癒されたからこれでいいや。ごちそうさまでした。よかったらチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。